堀江さんがこうライブドアでこう華々しく世の中にこう出てきた時に、あ、まあいい感じの若者が出てきたなと思ってこう、まあ密かにファンになったんですけど、どこがっていうことでいうと、こういわゆるじじ殺しをしないで、こう年寄りに媚びないで、こうのし上がっていった、そういうこう稀有な経営者だっていうことですね。一般論として言うと、そういうこうじじ殺しってこうできた方が圧倒的によくって、そのこういわゆるこう偉い人、年上の偉い人っていうのは仕事回してくれたり、お金回してくれたり、人紹介してくれたりするので、やっぱりこうじじ殺しには時短効果があるんですよね。だからまあそういうことがこう適切にできなかったせいで、私は現在お金持ちでもなければ偉くもなってないっていうことであって、でもまあ堀江さんと前澤さんはこうインターネットと、こう株式市場をこうまあ上手に使ったのかなっていうふうには思いますよね。堀さんどうですか、今のその前澤さんとの共通点っていうので今。いや、わかんない、そんな全く意識はしてない。必要だったらじじいも殺すぞってことですか。 いや まあ今ね、ロケットの事業とかやってるんで、 なかなかその、まあ、最近ロビングとかやってるんですよ。大人になってきちゃう。いや、大人になってきたっていうよりはもうその必要だからと、なりふり構っていられないよねっていうのは実際のところあって、やっぱ政府の予算とかね、取りに行かないといけないんですよ。新たな武器を手に入れるんですね。でもなんかめちゃくちゃ議員会館とか行ってますもん。めちゃくちゃ詳しくなりましたよ。だからそのなんか政治的な動きとか、いやだからその安倍さんのね、あの件もその銃撃された事件に関しても、その自民党内の派閥の動きがどうなるのかとか、すごいやっぱ気になりますよね。でもまあさっきの話で言うとね、岸田麻生ラインが強化されるのかなみたいな感じですよね。そうですね。それは僕にとってはあんまりグッドニュースではないんですよね。やっぱり資本市場にとってもあんまりグッドニュースじゃないですね。そこは、ネガティブですよね、市場経済的に言うとね。安倍さんとか菅さんに戻ってきてほしいですもんね。まあそうですね。市場的には、市場的にはもう株価は確実にそっちの方が上がりますよね。